田中哲夫12月21日は日本の陸軍軍人、元山梨県副知事、山梨県出身、上海の東和道文書院を出て南満州鉄道本社に勤めているうちに王将となり日中戦争に参加した。戦後、上海連絡班として中国に残った。総連絡班長は南京にいた今井武雄少将である。 昭和21年12月に、上海発の最後の引き上げ船に、今井少将たちと乗船し、翌月日本に帰国した。その直前に、上海に拘束されていた、佐賀博氏、愛新架羅聖派箱を救出した。引き上げ後、郷里の山梨県庁に勤務し、後に副知事まで務めた。1967年の第31回衆議院議員総選挙で、山梨県から、 自民党公認で立候補したが落選した。1971年の山梨県知事選挙に無所属で立候補したが落選した。昭和21年12月、上海連絡班に所属していた田中は、浜口美希子と名乗る女性が娘を連れて、上海市内の旧松井公館に拘束されていることを岡田坊から聞く。調べてみると実は、満州国皇帝。 不潔不尽の佐賀博氏であることが分かった。彼女を放っておけば、川島義子のように先犯として処刑されると、田中は判断し、自分一人で救出することを決心する。12月27日、単身自動車を買って、旧松井交換に行き、警備の厳重な表と違って手薄である裏手の、すすき林の中に止めた。そして建物に忍び込んで、 広志親子を導いて裏口から脱出させ、自動車に乗せる。旧松井公館を出る際に気づいた警備の中国兵が発砲するが、自動車をフルスピードで運転して、そこを逃れ、見事救出に成功する。翌28日に、上海発の最後の引き上げ船に乗って1月4日には、佐世保にたどり着いて、自身の召集が解除されたが、広志親子を、 横浜市日吉の佐賀家まで送り届けた。船木1989年、渡辺1996年、元岡2011年は、いずれも参考文献として、田中哲夫を語るおしようありがとうございます。